ドゥンドゥッドゥルルンドゥッドゥンドゥッドゥルルンドゥッドゥンドゥッドゥルルンドゥッドゥルルドゥルルドゥルドゥルドゥッ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 ケンタさんです。お盆休みいかがお過ごしでしょうか。もう動画アップする頃には終わっちゃうかなと。現実が来るんですよ皆さん。先日 SPD-SL のペダルを買って、取り付けましたと。 SL のペダル買ったってことは、僕が今まで使っていた SPD シューズは使えないと。ということで SPD-SL の専用の靴を買ってきました。ズドン、リンタマンアジャストロードプロです。今日はこいつを紹介していこうかなと思います。リンタマンっていうブランドは2010年に設立されたブランド、まあ若いブランドですね。僕がですね、今まで SPD-SL を買わなかった理由は、もちろん普段使いがメインだから SL じゃなくていいだろうと。 SPD で普段走って歩いて走って歩いてっていう機会が多いだろうっていうことで使わなかったと。同時に僕の足って幅広なんですよ。恐ろしいほど幅広、超ワイドなんですよ。いわゆる SPD-SL っていうのはなかなかワイドなやつが少なくてですね、シマノからまあちょこちょこ出てたりはするんですけど、まあ例えばね、僕が欲しいなと思っていたフィジーク RB の5だっけ、なんかそんなようなやつで、すごいブラックでシンプルなやつ、多分今すげえ人気の SL シューズだと思います。それがまあ欲しいなぁなんて思ってたんですけど、あれは足の幅がめちゃめちゃ狭いと。だから僕が履いたら長時間、例えばね、走ってたらそのうち多分小指が行ってしまうんじゃないかってぐらい結構細い、僕には合わないと。結構ね、合うシューズでかつまあかっこいいみたいなのがなかなか見つからなかったんですよね。そこで今回買ったのがこいつです。リンタマンの先ほどの紹介に預かりました、リンタマンアジャストロードプロっていうモデルです。日本人は結構やっぱり足が幅広の人が多いと思うんで、結構ね、靴に悩んでる人も意外に多いと思うんですよ。これはね、そんな悩みをね、一発で解決してしまうね、素晴らしいシューズなんですよ。さあ、ということで、実際にちょっと見ていきましょうか。まず外見から。僕はね、これ白混じってますけど、一応カラー的にはブラックになります。他にも、ホワイトとイエローとございますと。正面から見るとこんな感じ。内側ブラック、後ろはこんな感じ。一応ね、反射するようになってます。これは夜間に反射します。でこれね、リンタマンアジャストロードプロとね書いてあると、やっぱちょっとね、この派手すぎない感じが僕は気に入ってます。まあリンタマンのこのシリーズは、ケーブル巻き取り式でいわゆる締めていきます。でまあ一番の特徴っていうのはですね、この巻き取りが2つあるところ、1個だけこういうところにダイヤルがついてるのって結構あるんですけど、こいつなんとつま先にもあります。まず横幅はこいつで合わせていきます。カチ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 とこう締めてね、フィッティングさせますと。で今度はここですね、つま先、このここの高さ、ここもなんとなんと調整できると。縦にも横にもバッチリこうフィッティングさせることができると、最大の特徴でございますよ。多分今まででなかなかなかったんじゃないですかね。この2つのダイヤルを使って縦と横でこう締めて、フィットさせていくと、そういう感じの仕様になってます。だから言ってしまうと、僕みたいに幅がめちゃめちゃ広いタイプの足の人、逆に狭い人でもいけるし、あとはね、足の甲、ここがね高い人とか低い人とかいると思います。そういう人でもこの高さが調整できるからね、バッチリフィットできると。夏用の薄い靴下とか冬用のちょっと分厚い靴下でもこの2つのダイヤルを使ってジャストにフィットさせることができると。でも実にね、素晴らしいですよ。待ってましたよこういうのを。ごめんなさい、見せるの忘れてました。ソールはこんな感じになってます。カーボンファイバーですね、一切合切しなりません。もうまっすぐですよ。でこのリンタマンと結構ねド派手に書かれてますね。はい、じゃあ早速履いてみましょう。一応レーサーパンツ履きました。上はめんどくさいんでそのままです。まずこいつを緩めます。パチンと。
これもパチンと。で、グイグイグイと。はい、一応ね、吐きました。ここからですよ。ここですね。ダイヤルを締める、締める、締める、締める。こっちもですね。はい、ここまではね、普通なんですけど、ここからさらに、ここも調整もできると。うん、こんな感じでございますよ。どうでしょうか。裏はこんな感じです。まだね、クリートはつけてないんであれなんですけどね、こんな感じになってると、まあ靴今まで幅広の足だった僕からするとかなりフィット感はいいです。多分長い距離走っててもおそらく足が痛くなる、小指が痛くなるみたいなことはないと思います。内側の生地もかなり厚めに作られてて、フィット感なかなかいいです。巻き取りケーブルが2つあることによってフィット感は増すんですけど、まあ気にする人はあれかな、重量が多分1個よりもちょっとだけ増えるんじゃないかなっていう懸念点はあると思います。もちろんアッパーはパンチング加工されてるんで通気性もバッチリですね。ということで、リンタマンのアジャストちょっと紹介してみました。重量は、266でした。まあ今ちょっと計量器で測ってきたんですけどね、一足266です。まあまあ軽いのかな、どうなんでしょうね。このね、外側のウィングも、何パターンか結び方があって、こんな感じで何種類か結び方があります。僕は一番幅広くできるエクストラワイドっていうのでいい感じでした。結び方も3種類あるんで、よりね、自分の足にフィットさせることができるんじゃないかなと思います。まあ足元からちょっとね、ちょこちょこ、いじって慣れていけたらなという感じです。早速ね、こいつにクリートつけてちょっとね、何度か立ちこけして慣れていこうかなと思います。まあ気になる人がいたらね、ぜひねチェックしてみてください。ということで、お疲れ様です。閉店ガラガラ。言うとロードバイク寄りだイメージです。残念ながら僕は持ってないんですけど、 SPD-SL というものはここについてるクリート、これが靴のここにくっついてる感じ。